疲れ様です、10月18日水曜日午後3時30分です。今日は朝は、茨城県鹿嶋市でバラのケースもの6パレット分2700キロぐらいの荷物かな、1ケース12、3キロ、でそれが終わって、戻ってから午後横浜都筑区で、郡山行きを積みました。郡山行くんですが、卸しは明日の10時です。明日の10時ですが、全泊で行きます。今日、今朝6時半から走ってるから、最大で9時半ぐらいまで大丈夫だけど、そんなに時間使わなくても行ける、近くまで行けるんじゃないかと思います。近くまで行って休息入れたいと思います。で、今カンパチ走ってまして、ヨガから乗っていこうと思います。で、降ろした後、群馬県太田、群馬太田から積んで、当日横浜栄区なので、当日走るから時間いっぱい使うからということで全泊してます。全泊して郡山行きます。いや、もう1週間ぐらい長距離ないですね。福島も長距離ではないんだけど、地場扱いなんだけど、四国から帰ってきて初めての中距離、荷物もトラックも事故だけはしないように注意していきたいと思います。荷物はね、よく積んで大分とか南国とか行った、あの看護台車に入ってるケースものですね。今回は看護台車3つです。3つだからね、だいぶ軽いですね。だいぶどころじゃない、だいぶどころじゃない。じゃあつけていきます。午後5時、午後5時です。川口まで来ました。えらい渋滞だった。そういえば今日お昼食べてないですね。鹿嶋下ろし終わったのが11時45分で、
から2時間かけて会社に戻って、すぐに横浜都筑区積みに行って、電車庫でシャワーして出てきたから、お昼食べてない。お昼食べて、今日弁当持ってきてたんですよね。あんまりお腹空いてなかったから忘れて、まあ鮭弁当だけど、鮭しかない弁当だけど、まあ晩飯にしようと思います。はい、お疲れ様です。午後7時30分、ここは東北道下り阿武隈パーキングエリアです。ここで休息です。今日午前中にやってた仕事は予備車でやってたんですよね。昨日のレンジャーで、まあ古いやつだったからちょっとなんか乗りづらかったです。で、それと合わせて運転時間が9時間20分で、運行時間が13時間となりました。で、明日は郡山、こっから40キロ、まあ30分ちょっとで行けると思います。で、10時おろしだから、まあ9時に出れば間に合うと思います。で、その後は群馬県太田市で積んで、当日横浜栄区までということであります。まあ本来郡山は地場だから朝出てくればいいんだけど、朝出てきちゃうと、まあ4時出発とか、あ4時、まあ5時、4時半ぐらいに出発したとすると、太田で積んで当日横浜卸が時間的に厳しくなってくるので、それで全泊で、来たということですね。はい。で、まあここはな、まあ売店あるけど閉まってるので、この時間で、この時間、さっき430入れたところで、コンビニで晩ご飯を買ってきました。晩ご飯っていうかね、今日お昼食べてないからね、これで、あとこれを買ってきました。これとあとひじき、これで食べようかなと思います。鮭弁当はちょっとこんな感じでね、あまり人様に見せれる感じじゃないです。なので、はい、これでいただきたいと思います。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録グッドボタンお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。